皆さんこんにちは、感じるスピリチュアルのシュウさんです。今日は、諏訪大社に行ってきたんでね、そのエネルギーを解説していきたいと思います。諏訪大社って長野にあるんですよね。で、東京から、成田から車で行ったんですけども、結構ね、遠かったっす。愛媛から行ったら車で10時間ぐらいかかるんですけど、成田からだったら3、4時間ぐらいですね。でもね、結構遠かったっすね。ちょっと初めて行った神社だったんで、なかなかね、面白い発見があったと思います。で、諏訪大社ってね、4つあるんですよね。4つあって、2つずつに分かれています。で、上社と下社に分かれてて、まずね、上社の、前宮と本宮っていうのがあって、まずは前宮から紹介していきたいと思います。早速見ていきましょう。これはね、鳥居ですね。鳥居をくぐるとやっぱりエネルギーがね、こう上がってきます。こうね、足とかね、手とかがこうだんだんじんじんね、しらすと思うんですけども、やっぱパワフルなね、エネルギーのある、神様だとこういう感じになることが多いですね。でね、ここら辺ですね、何かのね、跡だったみたいなんですけども、なんかここにね、少しエネルギーを感じます。この木のあたりですかね、はい、木そのものじゃない気がしますね。でね、ちょっと上がっていくと拙者がね、あります。こう、武見中田、祭神武見中田なんですけど、そのお子様の神様だそうです。でね、上がっていきますね。上がっていくと、鳥居がここにあるんですけど、さらにね、ちょっとエネルギーが上がってきます。前の2つのね、神社はそんなにエネルギーないんで省略させていただきます。で、この水ですね、水河という水がね、流れてるんですけども、ここで手を洗ったりできます。飲めるらしいですね。すごい綺麗な水でした、はい、エネルギーも結構ありますね。見てるだけでね、結構気持ちよくなったりしますね。で、これが御柱ですね。4つね、あるそうです。そんなにエネルギーは良くないというか、ちょっとね、汚れてますね。はい、これがね、前宮ですね。上社の前宮です。若干ね、邪気はあるものの、手がね、手足がね、じんじんしないですか。なかなかね、エネルギーが高いと思います。見ててね、結構気持ちよくなりますよね。でね、ちょっとね、邪気があるので裏に回ってみました。はい、裏はね、そんな全然邪気ないんでね、前に見えるのはちょっと御柱がちょっとちらっと見えましたね。で、ここですよね。これが拝殿の裏ですね。本殿の裏ですね。この木もね、結構エネルギーありましたね。で、ちょっと間からちょっとね、本殿を撮らせていただいてます。これね、結構やばくないですか。はい、かなりね、じんじんくると思います。で、ちょっとね、比較のためにね、ちょっとカメラをちょっとね、出し入れさせていただきました。若干失礼なんですけどね、やっぱりね、エネルギーが全然違うのが分かると思います。で、足元ですね、やっぱ地面からかなりのエネルギーが出てるので、こっちの方が分かりやすいですね。やばいっすね。はい、
どうだったですかね。なかなかね、エネルギー高かったでしょう。やっぱね、すごいっすよね。なんかこの諏訪、まあ大名人が、この、もともと、この前宮っていうところにね、降り立ったそうです。あと、まあ伊勢神宮のこの、なんだろう、伊勢神宮ってこう何年かおきにね、作り直すんですけど、その、まあ、材料を使って、このね、前宮の、神社が建てられたそうです。にしてもね、かなりのエネルギーですね。こういうね、パワフル系の神様ってね、結構ね、古いタイプの神様がね、多いんでね、日本の昔からいた神様っていう感じが、すごいしましたね。はい。すごくね、いい神社ですね。はい。この後ね、また諏訪大社とか、あとね、戸隠とかも行ってきましたので、まあ、このシリーズね、ちょっとしばらく続くので、よかったらまたね、見てください。で、この動画は以上になります。この動画いいなと思ったらグッドボタン。あとね、感じた方もね、グッドボタン。あとは、まあ、チャンネル登録、よかったらお願いいたします。他の動画もありますし、質問、感想、要望とかね、下にコメントお願いいたします。あと、よかったらシェアもお願いいたします。で、この動画は以上になります。ありがとうございました。